ダン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 ダこの動画はね、ちょっとね、音声が取れてなかったんで、今日はアフレコで行きたいと思います。この日はね、日向さんとね、あの茨城県の那珂市にある車輪というライダーズカフェに向かっているところです。日向さんはね、仕事の途中で来たんで、車で来てます。俺の後ろを走ってますね。ここはね、県道31号という那珂インターの近くのとこから走ってます。いやー、ほんと音声が取れてなくて本当に残念だったんですけど、まあつまらないことで喋ってたんでねまあそりゃそうと BGM くっつけてアフレクしようと思ってやってます。普段ほんと喋りが慣れないんで滑舌も悪いと思うんですけど、そこら辺はご了承してみてください。はい、で間もなくつけますね。県道最中1号をずっとまっすぐ来て3、4キロまたいて六国の手前に車輪があります。右側ですね。那珂インターから10分15分ぐらいですね。はい、着きましたね。ここが車輪というところです。どことめっか迷ってますねとりあえずバイクはこの辺に止めていいみたいなんでね、皆さんも来た時中入っててこの辺に止めてください。カレーセットだ。あのよくツイッターで見るからこの写真。ああ、うん。驚くいたけど、とりあえずね、今日は。チコちゃん買った。あ、首か。チコちゃんをしゃべる職場でよく見て。ああ、チコあチコちゃんさすが吉本で売り出したんだ。NHK なのにね、やっぱ。カレーどうぞ。もうこうやって出てるもんね。俺の顔ってちょっと気持ち悪いよ。だからもうこうやってこうやって右手で全部だもんね。いただきます。たまに顔色も乗っけてみたら全部全部たまにあるどうだみたいな全部取ってやっぱ本当ここでカレーを久しぶりに食って、まあ、じゃあ家行くか結構ピリ辛、うん、はい、カレー食べた後ね、外でここのマスターさんといろいろ話して楽しい時間を過ごすことができました。またね、平日来たいと思いますね。何も噛んだんだ。いやー、ほんとカレーもピリ辛で美味しかったですね。コーヒーがね、サザコーヒーなんでね、美味しかったですね。ひたちなかにあるんですけど、サザコーヒーって、そっちも今度行ってみようかな。コーヒー大好きなんでね
感じでね、今日はちょっとまとまりない動画ですけど、皆さん楽しく見てくださいではこの辺で終わりたいと思います。それではワニワニー。